はい、マックスです。宇宙です。今日のテーマは、はい、安定感のあるファースト、セカンドサーブの固定。今日は、安定感のあるサーブを打つ、はい、コツということで、結論から言うとスピンサーブをマスターしましょう。スピンスピンサーブ、縦回転、ドライブ回転のサーブですね、うん。まあ、熟成の皆さん、ファーストサーブの確率って自分で何パーセントくらいか大体分かってたりします。でもね、僕中学生とか高校生の試合見るとなんかめっちゃ適当に打ってる人とか見るんですよ。あ、バカドカーン打って、ほんとそうそうそう、めっちゃもったいないなみたいな、なんであんな雑に打つのかなって思って、でやっぱファーストサーブ入るだけで、ね、全然試合に勝てる確率変わってくると思うんで、ちょっとサーブの確率悪いんだよって今日の教えるスピンサーブ、ぜひマスターしてみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。ではスピンサーブやっていきたいと思います。スピンサーブっていうのはですね、はい、サーブに縦回転、ストロークもこうドライブ回転かけてボールを落とします、はい、それをサーブでやりましょう。なのでそう、当て方としてはこう当たったところからこう上に抜いていかないとサーブの動きでは回転がかからない、まあ、横から切っちゃうとスライス回転になるし、こっちからかけたらリバースサーブになるし、こういう回転をかけたいので、基本的にラケットの操作っていうのは下から上っていう動きになります。で大前提としてグリップがウエスタンだとちょっと下から上っていう動きができないので、この包丁握りイースタングリップ、もしくは最悪、まあ、セミイースタンぐらいだったら、まあ、ギリできるかなっていう感じですね。一番おすすめはやっぱりイースタングリップ、このグリップで、はい、打てばスピンサーブ打てるので、これで練習をするっていうのがまず大前提になります、はい。じゃあスピンサーブの打つコツを先に3つ教えちゃいます。はい、はい、1つ目、頭の上で打つ、打点がね、頭の上で打つ。2つ目、家に行かない、当たり前なんです。そうです、あの家に行くとポコンって当てる感じになる、回転かけれないですよ、しっかりスイング、そうそう、振る、はい、3つ目、両足を使って斜め上に蹴り上げる、両足を使って斜め上に蹴り上げる。さっき言ったように下から上の動きで行きたいので、はい、あの前に行っちゃうと結構こう前立てになっちゃって、うん、どっちかというとこうフラット系のサーブになっちゃうので、下から斜め上に向かって蹴り上げてください。ではですね、一つずつ内のコーチ打ってもらって、はい、解説していきたいと思います。まず一つ目の打点が頭の上っていうところをちょっとやっていきましょう。はい、はい、お願いします。で今内のコーチやってもらってるのが、打点がまず頭の上くらいで打つようにしてもらってます、はい。で打点がですね、ちょうど頭の上くらいになるとスピンがかけやすいんですね。これが前目に なるとかけづらいんですよ。下から上の操作がしづらいので、ちょっと強いサーブを打ちたいなと思ったら 前の方に行ってフラット気味に打ってあげると、まあ、打ちやすかったりはするんですけど、はい、こういうサーブを打ちたいという場合はいいんですけど、安定感を出すという目的では頭の上くらいでスピンをかけてあげたり、であとよく多いのがそのスピンかけようとして今度ちょっと後ろ気味になりすぎちゃう人もいるんで、こんな感じでちょっと後ろに上げる意識が強すぎる、そうするとかなりのけぞらなきゃいけないので、背筋がかなり強くないとすごく打ちづらくなってしまいます。これがまずスピンサーブの、コツですね。打点は頭の上で打ちましょう。はい、次入れに行かない、ちょっとポコンって当てる感じの、入れに行くような感じで、そう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 、みんな多分ね入れに行こうとするとポンって当てに行くと思う、はい、そうすると回転がかからないんですよ、今度こんな感じになっちゃう。で回転がかからないんでオーバーしちゃう人も多いと思う、落ちないので、ボールが落ちないでポーンって当たっちゃって、これネットっていうよりは奥にこんな感じでね、遠くに行ってしまう人が、はい、多いので、当てに行くんではなくてしっかり上に打ってあげる、そうすることによって回転をかけて落としてあげると、確率も良くなる。これが2つ目のコツになります。で3つ目は足を使いましょうということですね。両膝を曲げて斜め上に蹴り上げるような形で、はい、
サーブを打ってあげる。そうすると自然にラケットのスイングも下から上にっていう軌道になるので、まあもちろん威力も出ますし、サーブの確率も自然と良くなるかなと思います。でこれが斜め上じゃなくてちょっと前の方に飛ぶ、コートの中に入るような感じで打つと、ちょっと打ってみましょう。で、スピンサーブの場合は前に飛んじゃうと上へのスイングが難しくなるので、ちょっとエースを狙うような感じで、ちょっとフラット系でエースを狙うような感じで打つと打点も結構前打点になると思うんですよね。で打点が前になっちゃうとスピンってかけづらくなっちゃうので、前に飛ぶっていうよりは今すごくいいサーブなんですけど、まあ、確率でいうと多分低いと思うんですね。で確率を求める場合は頭の上で、じゃあ打ちスピンサーブで頭の上で打ちたいので、斜め前というよりは上に飛ぶような気持ちで、はい、そうすると、下から上のスイングになりやすいので回転がかかりやすいかなと思います。ナイスサーブ。オッケー。はい、内野コーチありがとうございました。ありがとうございました。まあ今回ねスピンサーブの打ち方のコツということでやっていったんですけど、まあ基本的にはやっぱ下から上に振るっていうのがすごく大事になるので、まあそのスイングの軌道っていうのを覚えてください。で下から上に振るためには前になっちゃうと、ここから下から上に振るっていうのは難しいので、打点が頭の上くらいになるようにしましょうと。でスピンかけすぎようとしてこう後ろ気味になっちゃう人もたまに見かけるので、後ろに打つためには相当のけぞらないといけないので、背筋が強くないと後ろでは打てないので、そこも気をつけて見てください。あとは、まあ、入れようとして当てにいっちゃうと回転が不十分でネットを越えた後に落ちないっていうことになってしまう。あと手だけでかけようとしても安定しないので、両膝を曲げて斜め上に飛ぶ意識でサーブを打つようにしてみてください。で例えば力のない小学生とか、女子は難しくないっていう反論する指導者の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、結局じゃあ公式テニスの女子選手とか見てもみんなイースタングリップいたし、バンバン打ってますよね。そうちゃんとこういう動きで打ってるし、ジュニアの小学生のちっちゃい男の子とかでもイースタンでちゃんとスピンかけてサーブ打ててるので、多分ソフトテニスをやってきた人たちはウエスタンでサーブを打つ癖がついちゃってるから、そういう風に思う人もいると思うんですけど、全然できるので、結構なんだろう、こうあるべきみたいな、こうでなければいけないっていう固定概念というか囚われてしまってる部分もあるかなと思いますし、例えばスマホが今普及しているじゃないですか。で便利になって絶対スマホを使った方がいいはずなのに、自分はガラケーしか使い方がわからないからガラケーから変えないって言ってるのと同じ類だと思うんですよね。絶対イエスさんで持って打った方がいいのに、ウエスさんの方が指導しやすいからとか、女子は力がないからこれじゃないと打てないなとかっていうのは、その今僕が言ったガラケーから変えれない人と同じなので、なのでイエスさんで絶対打てますから、はい、練習してみてください。はい、ここまで見てくれた皆さん、最後に見ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。こんなテーマでやってほしいというリクエストがありましたら、コメント欄の方にお待ちしております。それでは、今日の動画はこれで終わっていきましょう。バイバイ。バイバイ。普段発信している YouTube では伝えられない情報がぎゅっと詰まっています。